暑いらしいんですよ。そう、皆さん半袖かな。おはよう、おはよう。よいしょ。今日めっちゃ暑くなるからね。うん、お待ちしておりました。ありがとう。今日めっちゃやばいよ。ですよね、今日めっちゃ暑いよね。うん、紫外線もめっちゃやばいから、焼けちゃう。大変。おはようちゃん、おはよう、おはよう。リクさんハートありがとうございます。ナナブさん欲しい、ありがとうございます。おはよう、おはよう。よいしょ。おはいろは、あ、間違えた。おはいろは、びっくりマーク。よし。あー、かわいい。ナナブさん虹ありがとうございます。嬉しい。なんかいいことがありそう。ありがとう。マサーリーさん、ヒョウガーのタコちゃん、たくさんありがとうございます。嬉しいです。ありがとう。おはよう、おはよう。うん、いつも睡眠時間どのくらい。そうですね、最近は22時に配信が終わってお風呂に入って、で23時ぐらいになっていろいろストレッチとかして、でもう0時になっちゃって、で0時に寝て、そうね、今日8時に起きたから8時間。8時間です。うん、でも8時間寝ても眠足りない。寝足りない、まだ眠い。うん、おはよう、おはよう。意外と寝てたわ。なんか体感6時間ぐらいなんだけど。うわー、そうなの。結構寝てた。塩まゆさん、ハートハートハート、ありがとうございます。ナナムさん、ヒョウガのタコちゃん、たくさんありがとうございます。嬉しいです。ありがとう、ありがとう。おはよう、おはよう、おはよう。たくさんのおはよう、ありがとうございます。鈴木さん、ハートありがとうございます。おはよう。うん、かわいい、かわいい、かわいい。あ、ありがとうございます。そんなことないです。ありがとう。いろはちゃん、バイトお疲れ様でございます。ありがとうございます。皆様もお仕事とか学校お疲れ様です。うん、そう、今日が昨日よりバイトが始まる時間が早くて、そうね、9時、そうね、そう、1時間早くなるんです。うん、そうだから、ちょっと今日はちょっとしかできない。9時から10時15分ぐらいまでします。ギリギリまで。サンさん、ゴールデンウィークシリーズのハートありがとうございます。ありがとう。突破いろはちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、突破いろは、ごめん、ガチで間違えた。おはいろはだった。全然大丈夫ですよ。うん、歯と歯が似てるからね。うん、私もたまに間違えます。こんにちは、ななはです。いろはです。おはよう、おはよう。つるきちさん、ハートありがとうございます。香港のゆうごさん、ハートありがとうございます。今日も安心安全の可愛さですね。ありがとうございます。おはよう、たくさんのおはよう、ありがとう。試験です、ありがとう。ピノさん、ハートありがとうございます。おはようございます。さん、だるま、ありがとうございます。おはよう、ありがとう、たくさんのおはよう。ナナムさん、ゴールデンウィークシーズンだるま、たくさんありがとうございます。すごい、コロ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 かかって、ありがとう、ありがとう。おはよう。たくさんありがとう、本当に嬉しい。金運アップ。マミさん、はじめまして、はじめまして。108番のいろはって言います。福岡県出身です。よろしくお願いします。ナイラブさん、本当にゴールデンウィークシリーズのだるま、ありがとうございます。おはよう。うん、ありがとう。おはよう。今日も一日頑張っていきましょう。おはようございます。おはよう。いやー、今日も一日が始まりましたね。うん、今日は日曜日、
んは何かな、お仕事、学校、それとも休み。ナナダブさん、ヒョウガンのタコちゃん、たくさんありがとうございます。ありがとう。キンさんもヒョウガンのタコちゃん、ありがとうございます。あーハイさん、おはよう、おはよう。ありがとう。108番のイロハです、よろしくお願いします。カンスケさん、ハートありがとうございます。早いね、日曜日ね。早いですよね、もう日曜日。学校が始まってもう3週目が終わったんで、早いよ。早い、まあ、全然慣れない学校、うん、そう、めっちゃ食堂のご飯の種類がめっちゃ多くて、そう、まだ2種類くらいしか食べてないけどね、全部美味しい。すごいんですよ、その食堂の方たちが、もう頼んだらもうすぐ「はいどうぞ」って出してくれるんです。すごい早い。はいはい、ありがとう。おはよう、おはよう。いろはちゃん、今日もかわいい。そんなことないです、一日頑張っていきましょう。はい、こちらこそ頑張っていきましょう。頑張ろう、いろはちゃんに癒される日にします。ありがとうございます、癒しを届けられるように頑張ります、頑張ります。おはよう。羨ましいな、そう、めっちゃ美味しいよ、うん、出来たて熱々、うん、朝から洗濯とお風呂掃除しても何もやる気ない。おお、偉いです、朝から家事お疲れ様です。うんうん、そう、じゃあゆっくり休みましょう今日は。そう、一人暮らしとかめっちゃ憧れるんですけどね、一人暮らしのお友達が何人かいるんですけど、やっぱり家事が大変そうで、うん、ご飯作ったり洗濯物回したり、しかも洗濯物って回してからなんかこうゆったりして、でまたピピ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 ってなって、うん、また干しに行かないといけない作業が大変って言ってた。そう、今日のお洋服はちょっとあんまり見えない、こう、今日のお洋服難しい、カメラの角度、じゃじゃん、ここがフリフリです、フリフリのお洋服にしました。ボタンで、ここがカーテンみたいな服です。おはよう。合宿はお休みなのかな、うんうん、そうですね、うん、天神とかで食べるより断然安いです。450円です、オール、あ、オールじゃない、そう、450円のマルシー、なんかカレーとかうどんが安いです。350とかだったかな、300とかかな、うん。おはよう、おはよう、ありがとう。5221392さん、おはよう。ナーラムさん、ヒョウガンタコちゃん、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとう。洗濯回してる空き時間に配信してるライバーさん、たまにいます。おお、洗濯、あ、そうなの。確かに洗濯回してる時に配信すると一石二鳥ですね。おお、頭いい、そうなんだ。ヤッホー、スヌーピーさん、ヤッホー、ありがとう。おうちでお母さんのお手伝いとかするの、うん、洗濯物畳んだりとか持って行ったりしています。あとは、うん、ご飯とかを持って行ったり、机を拭いたり、チャムちゃんを可愛がったり、チャムちゃんを可愛うん、AKB48 さんのオーディション、あ、虹色の星、ありがとうございます。華麗なアイボリーさんの、うん、はざまるさん、東京から福岡に来てライブするんだって。そうなの、福岡に来る、来るんですね。おお、いいな、見に行きたい。あ、そうだ、ライブといえば今度南波さんの NMB48 さんの公演に行きたいと思ってて、で新幹線を、そう、撮ろうと思って、うん、そう、なんか公演の何時間前に
高駅に着いたらいいのかなって思って、公園ねよくちょっと初心者で分かんなくてまだ見に行ったことないから、うん、そう見に行きたくて、何分前ぐらいか悩み始めるんだろうね、えめっちゃ気になる。おはようアルさん、おはよう、おはよう、トットさん、おはよう。今日はお洗濯日和だね。うんうん、お洗濯日和、めっちゃ天気がいい。皆さんもいろいろ干してください。たまにはお布団とかも干すのもいいかもしれないです。まふみさん、おはよう。かんすけさん、虹色の星ありがとう。お手伝いない、ありがとう。もっとお手伝い頑張る。おはよう。はじめは夕方にいた方がいいよ。おー、はじめは夕方、なるほど。うん、なんかお昼の公演と夕方の公演があって、どっちに行こっかなと思ってて、うん、どっちがいいかな、お昼と夕方。うん、皆さんはどっち派ですか、お昼の公演か夕方の公演、どっち行こう。うん、すごいですよね、一日に2公演で、本当にすごい。トトロンさん、ライダーさん、瀬戸内のミニマロンさん、ミョンミョンさん、おはよう、おはよう。自分は埼玉から始発、各駅停車、夕方やっと JR ナンバー歩き。おお、そうなの、始発ね、ね、始発ね、めっちゃ早いんじゃない始発って。ほう、夕方やっと JR ナンバーから歩き、おー、すごい、お疲れ様です。すごいハードなスケジュール。アバエピさん、おはよう、おはよう。テンさん、おはよう。チケットは開演の30分前に買わないと当落者の権利が失われるから気をつけてね。そうなんだ、あ、そういうこと。まず応募して当選したらそれをチケットに交換しないといけないんですね。なるほど。倍率ってどれぐらいなんだろう、もういけないかな、もしかしたら。コウさん、おはよう、おはよう。AKB さんは1日3公演、ほんと3公演、すごい、朝昼晩みたいな、おお、すごい。でもいいな、1日ずっと公演って楽しそう。新大阪から劇場まで40分あれば行けるよ。お、なるほど、ありがとう。じゃあ1時間前ぐらいに新大阪に、あ、チケット買わないきゃいけないか、じゃあもうちょっと早めがいいか。うん、チャッピーさん、おはよう、おはよう。メンバー誰推しなん、はい、山本みかんさんと青原ゆかさんが好きです。うん、お姉ちゃんも青原ゆかちゃんか、ゆかさんが好きで、うん、見に行くなら全部のチームの公演行きたいですけど、チーム N の N さんの公演に行こうかなって考え中。始発でギリギリ、そうなの。じゃあ私もN シップさん公演、うん、当選メールと身分証明書がいります。ああ、ありがとう。じゃあ福岡出る前にちゃんと確認しますね、身分証明大事。うん、まだ免許持ってないから、それ学生証か、うん、そう免許取りたかったんですけど取りそびれてそう卒業旅行とかいろいろしてたらなんか取る時がなくて、免許取れてない、ね、車ね運転してみたい。それで一人でいろんなとこ行ってみたい、ドライブ、ドライブしたい。それ HKT さんもやってたから、そうなの、 HKT さんもすごい。おはようございます、いろは様、はい、すんやさん、おはようございます。ゴーゴーさん頑張ってください、ありがとう、頑張る。昼、おやつ、夜、おやつ、そういうこと、おお、わかりやすい、ありがとう。じゃあ12時と15時と18時とかから仕事行ってきます、頑張ってください。はい、お仕事の方は頑張ってください、私もバイト頑張ります。ありがとう、配信見に来てくれて。新規さんは当たりやすいイメージあるね、ああ、そうなんですか、じゃあ当たるかな。うん、ちょっと昨日なんか登録しました、その情報とか、まだ申し込みはしてないけど登録だけ。初めてなら時間に余裕を持った方がいいよ。そうですね、迷っちゃうかもしれない、途
時間がわかんないかな。マッコンさん、おはよう、おはよう。全部のグループの劇場に行ったけど疲れて値上げでリタイア。そうなんだ、すごい、全部のグループの劇場行ったの、すごい、お疲れ様です、すごいな、すごい、うん、そうなの。中年ジェットさん、ナナさん、おはよう、おはよう。もう遠方の人歓迎公演とかあるよ、遠方の人には人は当たりやすいみたい。あーねえ、私調べたらありましたね、遠方の人歓迎ねえ。でもちょうどかぶってなくて、まだ大阪に、そう、うん、そう、うん。おはよう万太郎さん、おはよう岩ちゃん、偉いな、免許取ってないけどね。糸島とか有名だよね。そうです、福岡糸島っていう海のところにあるんですが、映えスポットがあって、糸島っていうけど島じゃなくてそう、インスタ映えの場所があるんです。うん、そう、そこがちょっと不便で行くのに、なんか電車がなくてもう車で行かないといけないみたいなところなんです。そう、免許欲しい。雪丸さん、ハブさん、おはよう、かわいい、そんなことないです、ありがとう。深夜さん、ヒョウガーのタコちゃん、ありがとう。登山ってどこら辺に登るの？そうですね、宝満山とか好きです。宝満山は、うん、福岡の、福岡の福岡かって、真ん中らへんです、多分何メートルくらいだか、そういえば宝満山って。宝満山何メートルなの？宝満山、宝満山何メートル？ね、もっとハードな山登りたいけど、あー意外と、意外とちっちゃい829メートルの山でした。そう、めっちゃいいよ山は、いいよ山あら可愛い、ありがとう、ありがとう。ももパパさん、ヒョウガのタコちゃん、ありがとうございます。タッキーさん、おはよう。ももパパさん、おはよう。高谷島さん、おはよう。ワンワンさんも、おはよう。タッキーさん、だるま、ありがとうございます。九州は高い山あまりないね。そうなんです、九州はあまりない、ここら辺もあまりなくて、うん、そう。エイさん、チラありがとう、こんにちは、こんにちは、おはようございます。バイト頑張ってきてね、山に行こう、ありがとう、バイト頑張る。バイト終わった後に山山登り配信みたいなあーいいね、山登り、うん、山に行こうって歌あるよね。あ、ありますね、山に行こう、うわー、何、聞いたことあります、山に行こう、うん、山に行こう、後で聞いてみます。 SY 推しのゆうたさん、おはようございます、おはようございます。自分、日本中の山に行きましたよ。ほんとすごい、山好きなんですか。おお、山いいですよね。坂の上の坂です。おはようございます。おはようございます。NMB さんの劇場は劇場の外で集合なんで、紫外線とか日差し注意です。ああ、そうなの。おお、じゃあ日焼け止めいっぱい塗って日傘を差していきます。教えてくださりありがとうございます。確かにこの前 NMB48 さんの劇場の前を通った時にいっぱい、周りにいっぱい人がいて、そうだったんだ、うん、公演待ちだったんですね。今日はアルバイトなんですね。はい、今日はアルバイトです。土曜と日曜、土曜と日曜しか入ってないそう、平日も言えたけどね、なかなか。福岡は電波時計の通信所がある、送信所がある。そうなの、電波時計の送信所、すごく詳しい。そうなの、
2000箇所登った山を。すごいすごい登山マスター。そうなの。おはようございます。おはようございます。レオンハルトさん、おはよう。福岡、佐賀、県境。おお、すごいすごい。久留米の九千部山にも埼玉県から。へえ、久留米の九千部山にも埼玉県から来る。わかんない。ねえ、久留米ね。うん、久留米、久留米。ああ、なんか久留米のなんか部活で久留米の石橋文化センターっていうところ、なんかホールみたいな感じのところでチアダンスの大会がありました。懐かしい。うん、その時は何だったっけ、何だ、2位とか3位とか。坂の上の酒井さん、ヒョウ側のタコちゃん、ありがとうございます。嬉しいです。そう、久留米って言ったらめっちゃバラが綺麗で、バラ園に毎年行ってますね。石橋文化センターめっちゃおすすめ。お花好きの方はぜひ行ってみてください。石橋文化、石橋文化センター。でも久留米だからちょっと天神からちょっと遠いかな。うん、博多駅か、新幹線とか。こんな感じでお花が綺麗なところがあるんです。めっちゃ綺麗なの。そう、バラの季節だったらもうバラがいっぱいあって、いろんな種類のバラがあります。こんな感じ、バラ、バラ毎年行ってます。そうだね、もうすぐだね、バラの時期。5月ぐらいだったような。いろはちゃん、日焼けとか美白に、美白に気をつけて。そうだね、はい、結構気をつけてます。うん、もう日焼け止めを毎日たくさん塗って、重ね塗りもして、日傘も毎日さして、もう日に当たらないようにしています。うん、でもそれでもちょこっと焼けます。なんか目からも焼けるらしくて、目から紫外線で焼けるらしくて、サングラスがいるらしいです。もう完璧に焼けないためには。でもサングラス恥ずかしくてつけてない。あべベポーキーさん、遊びに来てありがとう。ピロさん、おっさんでサムさん、おはようございます。おはようございます。本日も配信見に来てくださいありがとうございます。よろしくお願いします。日光の中禅寺湖に福岡から来てた人とハイキングで話したよ。おー、そうなんだ。うん、すごいね。中禅寺湖ってどこにあるの。日光、福岡だっけ。中禅寺湖、中禅寺湖、すごい。おお、え、すごい。こんな感じだそうです、中禅寺湖。綺麗、こんなところが日本に。おお、綺麗。行きたい、ボートとかあるみたい、いいな。お、あ、めっちゃ遠かった。そうなの、何県だ、何県。世界で最も高所にある湖だそうです。あー、いいな、死ぬ前に行きたいところにリストに入れとこう。何県、何県、栃木県、栃木県か。行ったことない、栃木県。うん、東京からそうね、北海道、北海道は行ったことあるけど、その東京と北海道の間を行ったことなくて、うん、秋田県とか気になります。秋田、なんか気になる秋田県。そうね、雪とかすごそう。明太子配信してほしい。どういうこと、明太子配信って。何。明太子のソムリエ、明太子ソムリエ、この明太子はどこどこの明太子だみたいな。いいね、明太子大好き。そう、明太子の皮が好きで、こう包まれてる、うん、たまに明太子の皮を取って中身だけ食べる人がいるんですが、私には分かんない。
皮が美味しいのに。吉和さんおはようおはよう。ケイタさんだるまありがとうございます。おっさんでサムさん氷河のタコちゃんありがとうございます、ありがとうございます。マニアックな話しすみません。全然大丈夫です。すごく、ね、ためになるしすごいワクワクします。知らないことばかりで、うん、やっぱ新しいこと知るのって楽しい。白熊さんおはようおはよう、うん、石橋いぶきさんしかイメージできない。あー石橋さんね、うんうん、石橋文化センターと確かに同じ、そうその感じです。同じだ。じゃがでこさんおはようおはよう。お花綺麗だね。そうお花綺麗なの。ハウステンボスみたい。確かにハウステンボスもお花綺麗ですよね、うん、小学校の修学旅行がハウステンボスでした、うん、でもめっちゃ制限があって、なんかお化け屋敷に入っちゃいけないとか、そういうわけか。お化け屋敷、そうお化け屋敷が楽しいのに、なんか今はないそうですが昔お化け屋敷があってハウステンボスに、ね、修学旅行で行ったんですが、お化け屋敷入っちゃダメって先生が言われて入ってないです。いろいろ楽しかった。ミラーの鏡の迷路を迷路が楽しかった、うん、おはよう。こじたまさんおはよう。石橋文化センターはブリヂストンが建てたものです。そうなの、 めっちゃすごい。そうなの、へーすごい詳しいですね。そうなんだ、教えてください、ありがとうございます。癒されそうな素敵な場所だね。あーそうなんです、すごく石橋文化センター癒されます。うん、なんかお食事どころがあって、うん、そこでゆったりご飯を食べてちょっと外の景色が見れるのでゆったりできます。今年も行きたい。ネックスさんおはようおはよう、ありがとう。スーパーさんおはようおはよう。百八番のヨハネス、よろしくお願いします。イロハ様はいつもいつ見ても眩しいキラキラ。全然そんなことないです。光が当たってるかな、当たってるからかな。ここにライトがあって光を当てているんです。天地さんおはようおはよう。関東の定番の修学旅行地、そうなんだ、福岡だったら大阪が定番かな、うん、中学校の時は大阪に行きました。それこそ道頓堀行ったな、うん、USJ は行ってないけど道頓堀と奈良の大仏、そして京都のいろいろ神社お寺いろいろ回った。 NHK さんのお天気でたまに出るよカメラ。そうなんだ、 NHK さんのお天気あんまり見てない。ヒレリンさんおはようおはよう。ひろてさんおはよう。ジップ福岡でも NMB48 さんライブあったね。そうなんですか、ジップ福岡で、ね、ジップ福岡もねたまに通ります。うーんそうなんだ、行きたかった行きたかった。あきっちさんはじめまして、はじめまして。108番のいろはって言います、福岡県出身です、よろしくお願いします。1000メートル以上あるから5月も雪ある、すごい1000メートル以上も高い、5月も雪、いいな、雪降るとこ羨ましいです。全然雪降らないここ、淀橋博多とか魚べ市栃木、詳しい。そうなの、とりあえず四国4県言えたら天才だよ。うんうんうん、四国クイズ。高知県、愛媛県、香川県、徳島県。やばい、焦った。一瞬、分かんなくなるとこだった。うん、そう、四国行ったことがなくて、四国巡りしたい。うん。私が行ったことある県は、そうね、結構旅行とか行くんですが、うん、同じとこばっかりで。大分とかよく行きます、うん、
本地図、日本地図、ちゃ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 、じゃあ私が行った県、まず福岡県、福岡県に住んでおります。そして九州はね、ほぼ全部行きましたね。鹿児島行ったっけな、鹿児島行ってないかも。鹿児島行ってない。まず福岡でしょ。あ、たくさんありがとうございます。で大分もよく行ってます。あとは長崎ハウステンボス行った。佐賀県も近いのでよく行きます。で熊本もグリーンランドとか行きました。宮崎もなんかボートこぎました。鹿児島だけ行ってない。あと沖縄も行きました。いやーさーさー楽しかった。沖縄美ら海水族館とか、あの石垣島も行った。でここ四国が行けてなくて、でここは山口、広島、鳥取砂丘も行った。鳥取砂丘も行って、島根行ったっけ、なんかゲゲゲの鬼太郎の道みたいなとこ、どっちだったっけな。でこっちが山口か、見えなかった。山口行って、広島も行って、岡山行けてない。でも鳥取行って、島根行って、兵庫行ってない。通った、でもよく通ります新幹線で。京都も行って、清水寺とか、大阪はもう大阪めっちゃ行きますね。もう私の行く県ベスト3が福岡行くいる福岡、大分、大阪らへんです。うん、めっちゃ大阪行くの。本当に大阪行くし、奈良も行ったし、ここらへんもあんまり行けてない。あ、でも愛知行った。愛知行ったね。名古屋行った。静岡行けてない。静岡めっちゃ行きたい、富士山見に行きたい。あとは神奈川にいとこがいるので神奈川も行くし、東京も行くし、千葉はいろいろ夢の国とかあるので行きました。あとここら辺が行けてなくて、で飛ばして北海道も行きましたそう、全部行きたい。日本一周できるかな。あと何年、今が18歳だから100歳まで生きよう。まだあるね、まだある、うん、1年に一県行ったらもうすぐ回る。そうだよね。え、たかしさんおはよう、おはよう。ゆはちゃんおはよう、グルト、はい、おはようグルト、ありがとう。小太郎さん、氷河のとこちゃん、ありがとうございます。ケイトさんがツアーに初めて出たのもサンパネス福岡だった。そうなんですか、ケイトさん、サンパネス福岡、サンパネス福岡、あーあーあーあそこか、サンパネス。この前 STU48 さんが握手会にしてたとこかな。パレス福岡もありますね。ごめん明太子苦手、福岡の人謝ってきます。あー、そうなんですか、私明太子大好き。うん、でもやっぱ人には好みがあるので、うん、しょうがないことだと思いますさあ明太子の雰囲気だけでも楽しんでください。あ、でも明太子苦手なら嫌か。うん、まだまだ通りもんとかいろいろあるので無音なのでウインクください。はい、ありがとう。いわはちゃんの苦痛通信のチョコレートが見てみたい。どういうこと春日部ナンバーで糸島も行った。春日市似てる似てる。おお、埼玉県かな。すごい。そう、春日市ね、いいとこですよね。いっぱい住宅街がある。ありがとうだるま。すごい、埼玉県から春日部も行きたいね。うん、なん
でよしんちゃんのそこね、ナーラブさん、ヒョウガンタコちゃんありがとうございます。おはよう、ひろくはちゃん、はい、ナカゾンさん、ビスショップさん、ビスホップさん、おはよう、おはよう、ありがとう。ゼロさん、ゲムすぎ、ゲムリズイさん、おはよう。ナカゾンさん、バラありがとうございます。ハートもありがとうございます。ありがとう。そう、ハート、ハートいっぱい種類あるよね。これとこれと、あれ2種類しかない。あ、こうか、1個2個3個4個ちゃいちゃんが吠えてる。パルパル、これこれもね、大変。でもこれが一番簡単。でもこれもよくする。どれがハートっぽい、一番。あ、でもこれが綺麗かな。あれよ、石橋を逆にして英語読みにしたらブリッジストーンで、ブリッジストーン、おお、あ、ブリッジストーン、あ、そういうことね。おお、ほんとだ、ブリッジストーン、ブリッジストーン、すごい天才だ。そう、なるほど、だからそうなんだ。せいじさん、ハートありがとう。おはよう、おはよう。長藤さん、ハートありがとう。白がよく似合うね、ありがとうございます。朝はやっぱり爽やかに白でおはようと言いたかったので白にしました。ありがとう。そう、この前、昨日のパジャマって言われたやつも一応白にしてパジャマじゃないけど、パジャマはピンクのポチョコちゃんです。アイラブユー、ありがとう、嬉しい、ありがとう。ハンドル投げさん、チラ、ありがとう。こんにちは。おつにゃんさん、インコさん、おはよう。たつさん、おはよう。おずまさん、ハートありがとう。たつさん、ひょうがんのたこちゃん、たくさんありがとうございます。ありがとう。なおゆき大さん、犬さん、おはよう。だいぶありがとう。ゆき、鹿児島の、おお、あふね、アメダス見に行ったが、どか雪あったよ。わ、びっくりした、びっくりした。そうなの。おお、シビさん、シビさんのアメダス見に行ったが、アメダス、おお、いいね。そう、雪見に行きたい。そう、北海道の雪祭りに見に行きたくて、そう、めっちゃ行きたいって言うんですが、ちょっとそう、家族旅行の時に、私北海道の雪祭り行きたいから行かないって言ったら、なんか寒いのがお母さんが苦手で、うん、嫌だって言われました。今度一人で行くもん。うん、ヨハちゃんの目クリクリに、あ、ごめんなさい、クリクリで可愛い。そんなことないです、ありがとう、嬉しい。目褒められるの嬉しい。おはよう、おはよう。四国言えた、言った、万歳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 三章。こじこじくんさん、初見です、ありがとう。108番のいろはって言います。福岡県出身です、よろしくお願いします。さすがいろはちゃん、ありがとう。天才がここにいた。そう、そんなすごい褒めてくださる。徳島生まれだけど何もないよ。そんなことないですよ、徳島にもね、いいところがたくさんあると思います。うん、じゃあいつか私が死ぬまでに四国、徳島に行って、うん、いろいろ探します。一頃絶対あるはず。ケンって可愛い、なんなんやケン。嘘、出てた、出て気づかなかった、ごめんなさい。コメント溜まってますね、ごめんなさい。急いで、急ぎます。深夜さん、虹色の星ありがとうございます。タンタンタナキさん、ハートありがとう。おはよう。最大週 STU さんのツアーで香川に行くよ。おー、いいな、ツアー楽しんでください。いいね、香川。うん、福島とか行った、行けてないです、行けてない。どんぐりさん、やほみやほみ、もうすべて若い時に行きました。おー、鶴吉さん、すごい冒険、旅行大好きなんですね。うん、私も大好きだけど、そこまで、ねえ、おはよう、おはよう、おはよう。九州もあと少しで完全制覇やね。そう、あと鹿児島だけ、鹿児島県今度行くぞ。鹿児
私マネーありがとう、びっくりした。なんかいつかの配信で芋虫がなんかね出てきた時があって、ちょうどギフトが芋虫が期間限定であった、めっちゃびっくりした。チョコ芋虫みたいな、あれが大量に来たらもううわーいやありがたいんですがびっくりした覚えあります。佐川行くのではなくただ通るだけよね。そうね、そうね、通り道にもなるけど佐川もいろいろある。福岡は空港便利ですごいな、確かに。国際空港もあります。島根がですが、島根もいいよ。のんたんさんおはよう、ふにさんおはよう。島根県の大山1709m の登山はいいかもね。すごい、 1709m、 すごい達成感がすごくありそうです。いつか登ります。旅好きなんだね。そう旅好き。トッシーさんおはよう、おはよう。シャイニングフィンカーさんおはよう。インコさんゴールデンウィークシーズンのハートありがとう。食べ物が美味しかった県は、食べ物が美味しかった県、私ありがとう。食べ物が美味しかった県、ああ大阪の道頓堀でそのおやつっていうかスイーツなんですが、アンドリューのエッグダートが本当に大好きでめっちゃ美味しい、好きです。あと北海道のイクラとウニ丼がめっちゃ美味しかった。そうラーメンも美味しかったしめっちゃ美味しかった。うなぎ、あうなぎもいいね。今日神戸は遠いか、今日神戸に行くってことですか今から。遠いよ神戸、神戸も行きたい。旅行は東大元暮らしだから自分の県内とかあんまり行かないよね。あんまり行かないよね。いろはちゃんの年齢だと行ったとこ多いんじゃない、そうかな、わかんない。ね、もっと行きたい、いろんなとこ。アリンコさん、ゴールデンウィークシリーズのだるまありがとうございます。108歳まで生きよう、そうですね108歳まで生きる。なんかだんだん平均寿命が伸びてってて、ね、私の時には100何歳までなるかな、ね、長生きするぞ。北陸、北海道はよくスキーで回ったよ。スキーのインストラクターの資格持ってる、すごい資格持ってるの、すごいね。スキー、私も草スキーみたいなしたことあります。スキーのさブレーキの仕方がよく分かんなくて、もうそのままめっちゃ速い、もうびっくりした、めっちゃ怖かった。そう高いところからシューって滑っていって、スピードの落とし方が分かんなくて、最後はだんだん緩やかになるので自然と止まったんですが、本当に怖かったで、ふよー、もうこのまんま壁をね突破していくんじゃないかって、突破いろはです。ベスト3は福岡大分東京ってボケるのもありだよ。あーそっか、ボケてなかった。すごいさすが、ありがとう。確かに福岡大分東京、のはちゃん山は危ないから盗難気をつけてね。はい気をつけます、皆さんも気をつけてください。この前山でイノシシと会ってめっちゃ怖かった、イノシシに食べられるんじゃないかと思った。今茨城県でネモフィラって青い花が綺麗だよ、めっちゃ綺麗そう、何それ青い花めっちゃ珍しくない、青い花ってね、何ね、ネモフィラ、それたくさんいろいろいろな情報教えてくれてありがとう。ウィンクありがとう、ありがとう、はい。こちらこそありがとう、ありがとう。おー確かに綺麗、見たことあるこの花、ネモフィラって言うんだ、すごい綺麗、すごい写真映えしそう、はい、行きたいな、いいね、花巡りもしたい。この時期なんですね、ネモフィラ。ありがとう、カエさん、ゴールデンウィークシーズン誰もありがとう、おはよう。
靴寿司のチョコレートは AKB さんの名曲です。ごめんなさい、勉強不足で。そうなの、もう靴寿司のチョコレート、あとでまた体重が終わったら調べます。ごめんなさい、コメントちょっと遅れてますね。石橋さん、クリシン好きすぎ。そうなの、クリシン面白いよね。うん、トンモーヤさん、おはよう。チャム初めて聞いたかも。キャワ、そうなの、チャムちゃんっていうの、茶色くてムコムコしてるから。なあ、ラブさん、ヒョウガンタコちゃん、ありがとうございます。タイムさん、お疲れ様です。オーツニャンさん、ごめんなさい遅れましたが、先ほどのゴールデンウィークシリーズの I love you ありがとうございました。めっちゃ可愛かった、ありがとう。マッコンさん、だるま、ゴールデンウィークシリーズのだるま、ありがとうございます。フーニーさん、ゴールデンウィークシリーズのタコちゃん、ありがとうございます。うん、いろはちゃん、自分牛乳好きだから朝とかデイリー牛乳溶融パン工場に行ったついでに飲んだわ。あーね、牛乳すごい、いろんなとこ回ってる、うん、私も牛乳好き毎日飲んでるよ。たっかんまりさん、おはよう。 AKB さんまさん、おはよう。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、ありがとう。今日福岡は暑いですか。福岡は今日は暑いですか。はい、暑いです。今日28度とかになる予定です。暑いよ、暑い。おはよう、おはよう、はじめまして。踊るジャンキーさん、はじめまして。リッチーさんも、はじめまして、おはよう、ありがとう。108番のイラハです。福岡県出身です。冬の北海道はハイジーンズなのに料金高いんだよね。ハイシーズンなのに、ジーンズズボンになった。ハイシーズンなのにね、え、そうなんだ。よきね。いろはちゃん、今日は何時までやりますか。はい、今回は10時15分まで配信します。今日は昨日より1時間バイトが早くて、ちょっと10時15分までします。よろしくお願いします。あ、ラッシーさん、おはよう。いっぱいいっぱい、おはよう。レジンさんも、おはよう。北野公園さんも、おはよう。ジョナさん、ゴールデンウィークシーズンタコちゃん、ありがとうございます。女の子になる、すごい、ありがとう。マイセンタンさん、ゴールデンウィークシリーズのハート、ありがとうございます。チョコイモ飯あったわね。え、ありましたよね、懐かしい。びっくりした、あのこう投げてた、なんなんギフトだった、虫分けしちゃってるおはよう。ユーシーザルさん、欲しい、ありがとうございます。おはよう。もう島根県が大きい山あるんだ、ありがとう。ケイタさん、ハート、ありがとうございます。そう、九州一周ぐらいあるんだよね。おお、鈴木さん、すごい、めっちゃいろんなとこ行ってる。リクさん、ゴールデンウィークシーズン、ハート、ありがとう。ありがとう。半袖元気ですね、今日は暑いから。そう、今日半袖なの。今日暑いよ、みんなも半袖ですか。おはよう、おはよう。いやいや、福岡もかなり美味しいものある場所よ。ありがとうございます。そうね、福岡も美味しいのいっぱいあります。もつ鍋、明太子、いろいろ。西谷さん、初見さん、ありがとう。108番のいろはです。そう、暴走したので、そう、暴走したの、なかなかスキーブレーキできなくて危なかった。島根と鳥取は間違えられる、悲しい。島根と鳥取、そうね、鳥取は鳥取砂丘そう、島と鳥が似てるからかな。おはようございます。おはよう、おはよう、たくさんのおはよう、ありがとう。おはよう。イラちゃん、みんなのたくさん、たく、みんなのたくさを読んであげてね。はい、ありがとう。そうしもす、みんなのたくさん、かんすけさん、ゴールデンウィークシーズンのハート、ありがとうございます。すいさんもハート、ありがとう。おはよう、おはよう。すももさん、おはよう。しおまゆさん、誰もありがとうございます。ふくちゃんさん、おはよう。ちんちょうげさん、ゴールデンウィークシーズン誰もありがとうございます。日曜日もバイトなんやね、偉い、ありがとう。逆に
土日しか入ってないです。STS さんのツアーメンバーが客席に来てお客さんにお見送り礼会やるみたい。あ、そっち逆に写真も OK だって。すごい豪華。そんないいんですか。そうなの。え、いいな。客席に来てなんかの動画でこういうホールがあってここお客さんがいてこの間の階段とかで踊ってたりしてめっちゃ近いと思いました。羨ましい。タツさんゴールデンウィークシリーズの誰もありがとうございます。投げて嫌われるギフトです。え、チョコの芋虫ちゃんね。うん、私もびっくりした。早くナンパ NMB48 さんに合格してバイトしなくていいように願ってるよ。ありがとう。そうね、頑張れ。絶対合格するよ。頑張れ。ひよりさん配信で元気もらえる。ありがとう。長藤さん、いろはです。ひよりちゃんって誰なの。いろはです。たんたんたぬきさん、ありがとうございます。そう、懐かしい。出口さん、原かれんさん、川上さん、鳥取砂丘に行った。そうなの。私も鳥取砂丘行ったよ。そうな。川さん、おはよう。おはよう。おはようございます。だいぶ遅刻しました。時ちゃんさん、まだまだ大丈夫ですよ。今日は9時15分までしかできませんがよろしくお願いします。おふれさん、アップルパイさん、おはよう。ごめん、また間違えた、いろはちゃん。全然大丈夫だよ、全然大丈夫。ひよりと似てるからね。ありがとう。ギリギリさん、おはよう。おはよう。ガワさん、ヒョウガン、タコちゃん、ありがとう。おはよう。どうしようかな、朝からちょっと元気出すために踊ってもいいですか。夜も配信あるのかな。はい、夜も配信あります。そう、今日も部活終わる、あ、部活じゃない、部活じゃない、バイト終わる時間が分かんなくて、そう、なんか8時前後ぐらいになりそうです。8時に始まるとかはよく分かんないんですが、8時前後ぐらいになる。はい、ありがとう。じゃあ踊る。ラクダの絵文字ありがとう。鳥取砂丘に、鳥取砂丘だったっけ、あれはラクダ乗り体験みたいな。バイト前に踊ろうと思う元気がすごい。元気つけるために踊ります。夜はお家で見れそう。今外出してらっしゃるんですね。ありがとう。じゃあどうしよう。充電を外して、何を踊ろうかしら。じゃあ、あの場所に移動します。ワープ、ヒュッ。ちゃんちゃかちゃん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 、ちゃ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 。あ、靴下、靴下履いてなかった。ちょっと待って、靴下ないよ。ちょっと待って、靴下がないと、靴下がないと。あ、待って、あったあったあった、靴下あった。見て見て見て、食い倒れたおとの靴下、これ履こう。ちょっと待ってください、ハサミ。これを履く時が来ましたね。あ、そう、ワープ完了。あ、顔が見えない。ちょっと待って、ガタクがここら辺。よいしょ。ワープ完了。もうちょっと上か、もうちょっと上か。ありがとう、万太郎さん。ゴールデンウィークシリーズの金色のタコちゃん、ありがとう、ありがとう。はい、おはよう、ありがとう。ゴールデンウィークも関係なくお仕事なのです。大変。私の学校も関係なく学校があります。ありがとう。ゴールデンウィークシリーズのタコちゃん、ありがとう。これを切ろう。次。見て、めっちゃかわいい。めっちゃかわいくない、これ。ありがとう。リクさん投げちゃして、はい。
じゃあ左足だけ履こうかな。右が滑り止め。ごめんなさい、この前履けない。よし履けた。見えるかな。食い倒れたろ。ありがとう勘介さん、ハートハートハート、ありがとう。試験です、ありがとう。これは春田さんかな、じゃない、ごめんなさい、陽太さん、うん、陽太さんだ。陽太さんありがとう。108番の井ノ原です、よろしくお願いします。皆さん初見です、ありがとう。ナンバ先取り靴下やな。はい、そうなんです、ナンバ先取り靴下。じゃん、食い倒れたと。川さん、金色ゴールデンウィークシリーズのハート、ありがとうございます。勘介さん、ハートハートハート、ありがとう。よし、中腰きつい。大学も転校制度あればいいのに。あ、よし、ありがとう。ねえ、あればいいのに。でも大学もやめようと思います、南波さんが。よかったら、うん、かわいい、ありがとう、ありがとう。ゆあちゃん、チューナース前から楽しみやで、ありがとう。ちょっと新しいの準備できてなくて、昨日と同じ感じのでと思いますが、よろしくお願いします。万太郎さん優勝ありがとう。ゴールデンウィークシーズンの優勝ありがとうございます。そう、食い倒れタオドなの。じゃあまた動画を見ながら、よいしょ、ねえ、音楽流したらいいんだけど。じゃあちょっと動画を見ながら横おろしをします。気合を、気合スイッチを上げるために、よし、いくぞ。タイガーズの横おろし、ガオーガオめっちゃ目覚めた、うん。いいかも。
毎朝六甲おろし踊ろうかな。もう学校行く前に六甲おろし六甲おろしでありがとういっぱい。ときちゃんパチパチありがとう。ときちゃんさんパチパチありがとう。かげゆ今日も頑張れそう。ありがとう。きよしさん虹色の端ありがとう。ありがとう。たんたんたぬきさんハートありがとう。こんにちはこんにちは。兄さん初見兄さんありがとう。メガチョバのいろはって言います。ありがとう。よいしょありがとう。 AKI あきあきらさんハートありがとう。ありがとう。すごい、うん、暑い。めっちゃ暑い今日。あと何しよう、気合を入れたい。ゆらちゃんの六甲おろしで今日阪神タイガーズが勝つわ。そう阪神タイガーズ頑張れ。阪神タイガーズこんにちはこんにちは。お疲れ様です。ありがとう。お疲れ様。困った。何しよう。じゃあもう踊った後にバイトなんちゃら祭です。ああ文字分けしちゃってほしいなって。いろはおはようおはよう。チアの髪型やっぱり重要なんですね。ねえ重要。髪をどうしてたらできなかった。髪の毛が邪魔になる。そうね、10時15分までしようと思っててあと1個ぐらいはできそうかな。どうしよう。じゃあ昨日やったソフトバンクホークスか、パレオエメラルド日向坂46サヌキツネワドタピーポー趣味で踊ってた、まだ披露してない金曜日のおはようとかありますが、どちらかよろしいでしょうか。ありがとう。キラヘコお届けありがとう。キナさんありがとう。引きが可愛い。ありがとう。ありがとう。うん、NFB さん勝ったと。チヒーの前で六甲おろし踊った喜ぶわ。チヒーさんの前だ。ありがとう。あとアゲアゲホイホイも。エッサ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 。お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちはこんにちは。ワルタピーポー狐日表お洗濯してきた。お疲れ様。初見です。ボラさんありがとう。もっともっと。そうじゃあ全部できたらいいな。新之助さん氷河の特徴ありがとうございます。じゃああげあげほいほい。じゃあワルタピーポーとあげあげほいほいと狐をできるかな。じゃあ最初にコメント来たワルタピーポーからします。じゃあワルタピーポー、じゃあワルタピーポーやろう。どうしようか。サビだけサビだけ全部できるようにサビだけします。ワルタ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 ワルてぇ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 うそそはうそみらわえんわたわたわたわらたっていこうてぇ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 たたたたたんてぇたわたわたわらたっていこう人の上に負けにしもうだけど旅前とここしかできなかった。こんにちはといえばまた今度しますね。ありがとう。今日15分までにしようと思っててちょっとバイトの時間がごめんなさい。また今度フルでします。マッコンさんゴールデンウィークの金色のだるまありがとうございます。じゃあ次は日向坂46のキツネ。Thank you.
閉めます。バイト遅れないようにね。はい、シュールごめん、音楽流せないから、シュールごめんね。そうだよね、無言のダンスだよね、ごめんね。じゃあ最後にあげあげほいほい、よろしく、ありがとう。エッサエッサって言ったら、エッサエッサって言ってください。エッサ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 、あげあげほいほい、あげあげほいほい、もっと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 って言ってほしいです。練習、じゃあ本番練習、一回練習しよっかな。サンサンサエッ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 サ、あげあげほいほい、あげあげほいほい、もっと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 、そうです、ありがとう。そう、かけがえたくさんありがとう。じゃ今からエッサエッサします。ありがとうね、本当に。タンタンタン、エッサ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 、あげあげほいほい、あげあげほいほい、もっと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 、タンタンタン、2回目いきます。エッサ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 、あげあげほいほい、あげあげほいほい、もっと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 、全然できなかったありがとうピンが落ちた、ありがとう、たくさんの掛け声ありがとう。よし、9分がちょうどいい、ワープ、完了。じゃん、たくさんの掛け声ありがとうございました、ありがとう。わーさん、ペンライトありがとう。よし、これで元気もいっぱい出たところでバイト行ってきますね元気いっぱいにバイトもしていきます。ありがとう、ありがとうねたくさん掛け声ありがとう、ありがとう。わーさんいっぱいペンライトありがとう。しょうまやさん、ハートありがとうございます。かんすけさん、ゴールデンウィークシーズンのハートありがとうございます。たんたんたんきさん、ひょうがんのたこちゃん、ありがとうございます。今日めっちゃ暑い、やっぱりチアとか踊るときはポニーテールがいいですね。暑い、夏だ、もう夏だ、暑い、ありがとう。しんのすけさん、ゴールデンウィークシーズン誰もありがとう。あきあきほいさん、ありがとう。あの動きの後にバイト行けねえこんばんは、いらっしゃいませ、ご注文はどちらにしますか今来たけど行ってらっしゃい、 ありがとう、行ってきます。大丈夫、疲れてない？はい、全然疲れてないですよ、まだまだ行けます。あと朝昼晩公演ができるように頑張る。今日、ありがとう。何のバイト、何のバイト内緒です、飲食店接客業です、うん、バイト前のいい準備運動、うん、いい準備運動、スマイルください、ありがとう、ありがとう、ありがとう、たくさんありがとう、本当に。ワーさん、ゴールデンウィークシーズン誰もたくさんありがとうございます。もし接客業ならもっともっとって踊ればお客様来るよ、本当確かにいいかも、もっと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 、ありがとう。サネピーさん、こんにちは。サメピーさん、ありがとう、すごい、タコちゃんありがとう。
夜は短いかもしれないけど見に来るね。はい、ありがとうございます。ぜひお願いします。いろはちゃんお会計もしてくれますか。はい、お会計もします。お支払い方法はどうされますかって。ペイペイね。はい、かしこまりました。ピッペイペイ、ありがとうございました。おうつゆんさん、ゴールデンウィークのタコちゃんありがとう。ホイホイされたい。あぎあぎほいほい、あぎあぎほいほい、今日も可愛い、ありがとう。そんなことないです。夜も配信待ってるね。はい、よろしくお願いします。まだ何時かは分からないんですが8時前後になりそうです。うん、よろしくお願いします。なんかありがとう。いやちゃんペペ可愛い。すごい艶がある。はい、こちらこそありがとうございます。では最後に段字読みさせていただきます。よいしょ、バイトに行きます。バイト、よいしょ、バイト頑張れ、アゲアゲイロハ、ありがとう。アゲアゲイロハ頑張れ、アゲアゲしたから今日はいいはず。では行きます。13位のタンタンタヌキさん、ありがとうございます。12位のマッコンさん、ありがとうございます。11位のトキちゃんさん、ありがとうございます。10位のマイセンタンさん、ありがとうございます。9位のボアさん、ボアさん、ありがとうございます。8位のリクさん、ありがとうございます。7位のシンヤさん、ありがとうございます。6位のマンタロウ、マンタロウさん、ありがとうございます。5位のマサダリーさん、ありがとうございます。4位のオオツニャーさん、ありがとうございます。3位のしんのすけさん、ありがとうございます。2位のタチさん、ありがとうございます。1位のナーラブさん、ありがとうございます。本日も朝からありがとうございました。うん、楽しかったです。ありがとう。1、2、3、そう、ラブさん、たつさん、3、ありがとう。ではもう一度いきます。3位のしんのすけさん、ありがとうございます。2位のタチさん、ありがとうございます。1位のナーラブさん、ありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとう。また夜もお願いします。夜は8時、20時前後で配信します。ありがとう、バイバイ。バイト頑張ってね。はい、頑張ります。皆さんももいろいろお仕事、お仕事、学校、部活頑張って、バイバイ。行ってきます。マットウケン、マットウケン来てね。